こんにちは、ひかりです。今回はね、兵庫県の神戸の西宮っていうところにあるハードオフに行ってきました。まあ正確に言うとホビーオフなんですけど、ハードオフ、ホビーオフ、オフハウスがまあ一緒になってて、ホビーオフに行ってきました。で、買ってきたものがあるんで紹介したいと思います。まずこちらですね、ババン、携帯操作官7っていうやつの、これね、ガラケーなんだけど、ガラケーのロボットみたいな、ガラケーがロボットに変形するってやつで、こんな感じで、うん、これね、ずっと欲しかったシリーズで、まあ知ってる人は知ってると思うんだけど、昔ね、ドラマやってたみたいなんだよね。これね、ちょっとその知識は一切ないんだけど、こういうね、携帯から、ガラケーからロボットに変身するっていう、まあ操作感かわかんないけど、なんか、ロボットか、ロボットに変身するっていうおもちゃがあるって知ってて、それ欲しかったんだよね、これ。定価5000円か、高いな。まあそれがね、まあ、これはね、864円で売っていたので、箱付きで。まあまあ、安い方ではないのかなと思いますね。わかんないけど、俺の中では安いと思ったので、まあ欲しかったやつだったんで買っちゃいました。それがね、なんと、今のは普通に860円だったんだけど、こっちはね、ジャンクで動作 NG で540円だったんですけど、まあ動作っていうのは多分電池をね、入れるんだよ、これ。で、ここがつくんだけど、電池が入れて動かなかったのかな、うん、だと思うんだけど、普通に電池入れずに遊んだら、普通に遊べました。これ一回開けて遊んだんだけど、普通に遊べましたね。これがね、色がね、黒。まあ、01ってやつで。こっちが、サードってやつですね。まあ、色が違うだけかな、多分。まあ、あと中のなんか機能が違うんだとは思うんだけど。うん。で、まあ、携帯操作官ラストは、この、これを武装するやつなんだけど、ブーストフォンアナライザーっていうね、なんか、携帯型パソコンみたいなやつで、うん。これをね、つけると、まあ、武装できるみたいな感じだったんだけど、つけてみたらね、確かに強そうになって、神戸の家で一回遊んできたんだけどね。これ540円で、まあ外箱ダメージ大って、まあこれなんだけど、まあそんなに外箱は僕ね気にしないんで、別に捨ててもいい、いいと思ってるぐらいなんで、僕外箱なんて、まあ捨てないけどね。こんな感じになるんだけど、実際これを作ってみました、一回神戸で。うん、そうそう、もう一回開けて遊んでしまって、あのリュックに入れて帰ってきたんだけどね。まあこれはね、こんな感じで、これね、定価は2800円なんで、まあ割引率としては低いけど、やったと思って、あ、他にもないかなと思って、そのホビーオフのいっぱい探したんだけど、この3つしかなかったですね。一応5月に行ってるんで、4月入荷ということで、ある程度売れ残ってはいたみたいなんですけどね。はい、次はこちらですね、ババン、ウルトラマングレートなんですけど、ちょっとね、まあ、塗装汚れがあるんですけど、まあこれは落とせるかなということで、あとね、足裏にね、ウルトラマングレートじゃん、これどう見ても。うん。なのに足にはね、ウルトラマン AUS って書いてあるんだよね。見えるかな？ピント合ってないよね。ウルトラマン AUS って書いてあって、ほら。あ、ジャパン。だからなんか、まだグレートって名前がついてない時のウルトラマンか、よくわかんないんだけど、うん。塗装の感じもね、あんまり普段見ないようなグレートなんで、まあかっこいいなっていうか、リアルグレートに似てるグレートだなと思ったんで。そうそう、俺の中のイメージのグレートはこんな感じですね。うん、よくソフビであるやつはちょっと首が長いやつがあって、あれはちょっとね、あんまりなんですよね。はい、次はそのホビーオフの棚みたいな、棚っていうか壁にこう吊るされてるとこがすげえあって、食玩っていうか、なんつうのかな、キーホルダー系が壁にすげえずらーっと並んでるんだけど、そこでいろいろ見つけてきました。まあちょっとまとめて見せるとこんな感じなんですけど、これですね。はい、ガチャポンのスイングですね、戦隊の。が2個で100円だったので、13個買ってきました。はい。まあ、あるだけ全部あるだけ全部ではないか、1個だけ残したんだけど、被ってたから。まあ、これですね。まあ、俺今、ニンニンジャーとキューレンジャーを見てる途中なんですけど、ちょうどね、ニンニンジャーとキューレンジャーが一緒になってましたね。リュウコマンダーと青ニンジャーとか、はい。スパーダと、白ニンジャーでしょ。いいよね。偶然、獣王ジャーがないっていう謎の。ね、バランスと赤忍者ね。はい。ハミー、あれどっちだっけ、ハミーだよね。ハミーと青忍者でしょ。青忍者かぶってるね。お、ガルダと、ラプターね。はい。で、バランスが欲しかったからこれ買ったんだけど、まあ、ライダーのよくわかんないやつも入ってますね。まあ、いいかということで。うん、これかぶってんな。まあ2個で100円、定価はガチャポンなんで1回200円だったんですけど、うん、まあ1回200円のやつで普通にガチャがあっても回してるレベルなんで、
まあ、1個50円で買えたと思えば、まあいいんじゃないかなと思います。まあちょっとね、ダブってるやつ買うなって話なんだけど、まあなんかいいなと思ったんで、結構雑に買っちゃいました。お、あったあった。ライダーもいる。うん。で、赤忍者、青忍者。うん。まあこんな感じで結構買いましたね。はい。で、あとはね、その、併設してるハードオフでもちょっと買い物しましたね。1個アルマゲドンの DVD を買ったんですよ。それは神戸の家に置いてきちゃったので、こっちはもう決めてましたね。はい、ザ・バイクレースっていう仮面ライダーのバイクレースみたいです。はい、新入荷ボックスになって108円なんですけど、これはね、あのプレステで昔あってさ、なんか2000シリーズっていう、多分2000円で販売されてたやつで、すごいよね、こう仮面ライダーのさ、こうバイクライダーがさ、こうデコレースするんでしょ。これ2000円って当時安すぎだよね。ショッカーを蹴散らしてゴールを目指して、これ楽しそうだなと思って、普通にやりたいなと思って買いましたね。クーガーアギトとか出るんかな、登場ライダー書いてあるけど、まあ、アギトまでかな最新は。うん、リュウキはまたリュウキでゲームあるからね。でもこれ素晴らしいと思いますよ。はい、まあ、こんな感じがそのハードフォーハウスホビーオフの、購入品です。はい、でラストはね、これね、だいぶ前に、あの、三宮駅のそばの DVD ショップがあるんだけど、レンタル落ちの DVD とか結構安く売ってるところなんだけど、そこで買っていたものを、こっちの埼玉に持って帰ってきましたね。はい。これおすすめですよ。面白かった。面白かったっていうか、もう何回も見てるんですけど、まあ、新のび太と日本誕生です。のび太の日本誕生ですね。のび太の日本誕生か。うん。まあね、古い方も面白いんだけど、新しい、これね、新しい方もね、まあなんかどっちが好きとかいう意見はあると思うんだけど、まあ別にどっちもいいと思うよ、普通に。日本誕生はね、俺ちっちゃい頃ちょっと怖くてあんま好きじゃなかったんだけど、大人になってからはね、結構ね、好きなランキング上位なんですよね、なぜか。特に前半が好きっていうか、なんかいいですね。ククルが目を覚ますまで、てかククルと出会うまでぐらいが面白いかな。ククルが目を覚ますまでか。うん。ぐらいが結構好きで、ククルが関わってきてからはちょっとね、なんかあの物語が結構大変になってきちゃうから疲れちゃうんだけど、ククルが目を覚ますまでは結構平和でね、いい感じなんだよね。うん、まあ日本中土地がないじゃん今ね、土地があっても国のものじゃん。だからあのバカらしいっつって、昔ならそんなことないっつって昔に行くっていうバカな話なんだけど、のび太が考えて、そうそう、スネ夫がさすがのび太とか言ってみんなで行くって言うんだけど、ギガゾンビがと戦って、これ面白いよ。うん、今ねまだね、なんかドラえもんでなんか最近 DVD が、映画の DVD 全部2000円みたいな感じで売ってんじゃん、2000円で。日本誕生はね、新日本誕生はまだなってないかな、でもすぐなると思うんだ。最近最近でもね、結構前か、あの南極カチコチ大冒険もねテレビで放送されたことなんで、まあすぐ安くなると思います。うん、おすすめです。はい、ということで今回はね、結構まあこの携帯操作官7っていう、これ7っていうのはさ、俺シーズン7って意味かと思ってたら、7って名前らしいんですよね。よくわかんなくて、なんかネットで調べたっていうか、あのインスタグラムで見てたりで、インスタグラムで見てたら、そうなんか結構載ってて、うん、まあそうね、うちのね近くのトイプラネットとかにもね、ある店舗はあるんだよ。ない店舗にはないんだけど、ある店舗にはあるんだよ。まあ当然のことなんだけど、そうまあある店舗にはあるんだけど、やっぱね、値段がね、やっぱ箱付きで高いんだよね。箱なしっていうのはあんま見なくて、箱付きなんだけど高いんだよね。うん、なんだろう、いくらだっけ、2900円とか2500円とかかな。うん、まあ、800円でもちょっと高いかなとは思ったんだけど、まあ、うん、でも安いかな。うん。いや、欲しかったからね、もう値段も気にせず買っちゃいましたね。はい。いや、ほんとね、あっちら遊んできたんだけど、結構、普通に楽しいし、あと、かっこいいし、結構でかいし。結構でかいんだよ、サイズ。このね、ウルトラマンの800シリーズのこの装備と戦わせても、800シリーズがちっちゃく感じるぐらい大きいから、戦わせがいもある。まあ、正義のヒーローだと思うんで、正義側と戦うからあれなんだけど、うん、いいと思いました。はい。まあ、おすすめなんで、皆さんもね、これちょっと、面白そうでしょ、これ。これを携帯から変身するって。で、面白いよね、これ絶対。俺知らない、あんま知らなかったんだけど、うん、最近知ったんだけど、割と。面白そうだよね、これね。面白いよ。うん。だから、まあ、こういうさ、男子が好きなさ、この、何、武装みたいな、
付け加える感じ、こういうのもねすごい男心に刺さるかなと思いました。はい、ということでね、兵庫県にもね、ハードオフとかオフハウスとかホビーオフとかね、何店舗だろう、結構でもないんだけど、まあ、埼玉に比べればもちろん少ないんだけど、まあ、ないこともないんで、うん、まあ、全国を回るのはね、ちょっとうん、あれかなっていうんで、まあある程度ね、結構兵庫には行くんで、兵庫のとこと、あと埼玉あたりをね、まあ何回も行くって感じにしてるんですけど、まあ皆さんね、関西の方もね、ぜひサイクルショップ巡りしてくださいって感じです。はい、ということでこんな感じでね、おもちゃとかね、あとハードフとかいろいろ紹介してるんで、よかったらね、チャンネル登録、そしてグッドボタン、そして、コメントもね、いただけるとすごい嬉しいですね。ではまた、バイバイ。Please subscribe.